お名前は？ももかです。こいに。おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に仕事？仕事はしてないか。今日誕生日？違う。お、誰の誕生日？お客さん。あ、お客さんの誕生日。わあ、いいの。おじいちゃんじゃあお誕生日にしてもらおうかな。はい、これがおばあちゃま。おばあちゃん、今日化粧してないからダメよ。してない方が可愛いよね。化粧してないからダメよ。そのままだもんね。そのままだもんね。おじいちゃんはちょっと隠れていない。隠れていない。はい、だよね。おじいちゃんは焼酎じゃないですよ、それは。お水でしょ。びっくりした。焼酎飲んでるとおじいちゃん思ったんだ。わあ。怖いお店だな。時間が取れた時にお願いしていきます。はい、はい、あの普通あれするのは ここ宴会場だ。うわ、すごいね。じいじは言わないの。自然体がいいの。顔にですよ。ああ、知ってる？あの、お子様とこ来て。お子様とこ。お母さんと呼んでるから。おばちゃん、なんとかで入らんで出てきてごらん。ももかちゃん、プチ。ももかちゃんを写してあげる。一緒におじちゃんたちと飲んでるんだよーって。ありがとうね。はい、終わり。終わった。超美人ですから。超美人のみどりちゃんです。顔を隠してます。ぜひ来てください。そうだよ。
中山さんですか。中山さんは、外務省のあの、関東さんです。関東さんです。今が活動の補佐でしたから、実際にその原稿作る仕事を相変わらず隠してます。死にそうな感じで、いや冗談とかですよ。私が30分ぐらいマスターです。本当にですね、リンパを通せる全部朝礼なもんですから、みんなの間ですよ。すまん、俺はこんなことなんだけど、すまんと言いながら、ちゃんとで食堂を調べられたんですよ。いや風邪ですよ、風邪。ちょっとあんたね、食堂がんかもしれんからね。あの桃園ママ君が入ってなんで、その前でしょ、来なかったから行けなかったんですよ。しばらく来なかったからした19やとか言われてなかったけど、昨日20歳絶対かわいい、誰だっけ、うん、絶対かわいいってみんな来る。うちの嫁にとかね、はい、嫁にうちの嫁にとか言った、息子は何歳か19歳、もう終わったよ。クリスだから、うん、あんだけ真剣にやっぱ褒めるとなんかちょっと裏返りそうやな。え、でも帰り際タクシーで明日来るからねっすって言ってもらって、今日うん、来るんじゃない、もう酔っ払ってるか、うん、覚えてないんじゃないですか。すいません、これはすごい美人を今映してるんですけどね、あの